真のリハが午前中に朝からあるみたい、朝からっていうかまあ午前中ぐらいからあるみたいで、そうなので明日もめっちゃ早いんで、もう今日は配信をちょっと10分ぐらいやってすぐに寝ようと思います。お風呂入って、ということでサクサクとか言うとあれですけどお話ししていきたいと思うんですけど、今日の公演はなんかめっちゃ楽しかったです。いや、いつも楽しいんですけど、公演自体なんか今日は楽しかった、特に、うん、なんですかね、なんかアドレナリンなのかな、なんかリハから楽しめた、なんかもうリハの時からおりんちゃんがなんかずっとライオンを狙えの振りをやってくるのよ。もうまだ披露してないんだからと思って、笑っちゃうからやめてと思って、そうリハからずもうなんかずっと笑顔でした。なんか今日なんかお便りもおもろかったし、なんかみんなちょっと多分ハイなんだろうな、みんなそうもう疲れすぎててハイなみんなが楽しいって感じ、大好きななんか感じでした。うん、本当に最高、お兄ちゃんおもろい、何隣の人を家電に例えてみようって。初めて聞くお題、そんなことないか。そう、なかなか聞いたことないお題。洗濯機です。あ、うん、変えてって言ったお題はちゃんと変わりました。そうだから全然大丈夫、変わったから、むずいから変えてって言ったお題はもうちゃんと変わって全然違うお題になったんで大丈夫です。みんなむずいって言ってた。え、新宿駅の地下に配給が流れて、待って、マジか、嘘だろ、やばすぎ、明日新宿行くんだが、やばすぎ。でも明日あれなんですよね、明日終わったらすぐ別なんかフィッティングがあるので、そう新宿駅行けない、悲しい、見れない。え、でももう皆さん聞きましたよね、あれ、ライオンを狙え聞いてくれたよね、もう聞いてくれたよね、みんな。
もちの論で聞いてくれたよね。そう、今日さ靴下、いや靴下めっちゃ下がるしさ、スカート脱げそうになるしさ、もうどうしようと思った本当にもうどうしようって思ってた。そう、でも前回もなんかめっちゃ靴下下がってたし、スカートはね私初めて脱げそうになった。なんか和音の時に、あの大サビ1サビ2サビ終わりの和音の時、感想終わった後の和音の時に、あ全然焦ってはなかったんですけど、全く普通に足だけ踊れるっていう全然焦ってはなかったんですけど、そう踊んなきゃみたいな、踊れないけど踊んなきゃみたいな、でもバレないようにしなきゃな、どうしようみたいなそう、でもまああれが最前回だと思うスカート直しながら顔こっち、そうスカート直しながら足と体だけは振り合ってた、手はスカート直してたそうだから VR とかで見てる人はもしかしたらあのその終始、その一部始終が見れたと思います。 VR とか定点、多分にあれ番号2番だから定点でも映ってると思う。暑すぎ、そうそうなの、やばすぎ、はずすぎ。あと今日デジャビュのあの赤のスカートあるじゃないですか、チェーンとかのやつ、あれあのデジャビュの時にスカートのチェーンに親指のこれが、そうこれが引っかかっちゃって、えマジで親指の爪もげるかと思った。え結構焦った、うん、めっちゃやばい、えやばいと思って、死ぬと思ったんだけど大丈夫でした爪なくなったと思って、私デジャビやりながら待ってみたいな、爪なくなったかもみたいな、落ちサビかな、そうそこら辺で。あと今日の可愛かったエピソードはレミタンが緊張してるんで目いっぱい合わせてくださいそうおもろすぎる。レミタンが久しぶり、1ヶ月半ぶりとかだったんですよ僕隊が。そうだから緊張してるんでいっぱい目合わせてくださいって、あれのあの竹内先輩の前のなんか後ろで待ってる時に言ってきて子供だなと思いながら、今日は下手にも上手の方がピョンズ多かったかな、真ん中にもピョンズ意外といっぱいいた、そう嬉しかった、ありがとう。ありがとうございます。レイダウンでお代理に何言われたの、あのあそこから冷たい空気が出てるんですよ、そうでね、冷たいって言ってたら汚い風を浴びていますって言われましたやばすぎ爆笑いやまあ確かにどっから出てきてる風か分かんないですからね、そうなんですけどそうあそこ風が出てきてるんですよ、多分うちらのことを涼しくしてさせてくれるために。でも確かにどっから出てるか分かんないけど汚い風浴びさすなと思って爆笑しちゃってそうっていう、楽しかったでした、楽しいエピソードでした本日も。ということで10時過ぎたのでランキング読みます、あ読まなくてもいい、読んだ方がいい、パッパーって読みますね。1
@neverstop あと明日の新宿遅刻なので列を途切れさせないで遅刻するな。2位一条寺ひかるさん、3位トラック野郎とゴリさん、4位ギャローさん、5位にゃーこさん、6位ばんむしさん、7位ともゆきさん、8位鉄道のエイツさん、9位やっちんさん、10位おれさんさん、11位くまたかさん、12位あさひさん、13位やまうちさん、ありがとうございます。洗濯機ありがとうということで皆さんありがとうございました。また、明日朝配信しながらメイクしますね。でちょっと明日は時間に遅れないようにちゃんと行って、でリハやって、でメイク完了して、新宿で会いましょう。それでは新宿と劇場で皆さん会いましょう。またね、ありがとうございました。お風呂入ります。バイバーイ。